東京優秀第86回東京優秀第86回東京優秀は2019年5月26日に東京競馬場で施行された競馬の競争である浜中春が起乗したロジャーバローズが優勝した第79回サツキ賞 GI i 第26回青葉賞 GI i プリンシパルステークス L 第67回京都新聞杯 GI i レース前の大方の予想では ホープフルステークスと、サツキ賞を勝利し、デビュー以来無敗のサートルナーリアが、無敗の二カンバの称号を手にするものと思われていた。しかし、サツキ賞で、同馬の安城を務めていたクリストフルメールが、グランアレグリアに騎乗し出走した NHK マイルカップでの車高により、3週間の騎乗停止処分を課され、東京優秀での騎乗が不可能となる。代役として、 短期騎士免許で来日していたダミアン・レーンが起用された。レーンは2017年に地元オーストラリアで開催されているオーストラリアンダービーを制しているが日本ダービーは今回が初起乗。さらにダービーは乗り換わりでは勝てないというジンクスやサツキショー2着でライバル筆頭と目されるベロックスの追い切りでの 好調ぶりがしきりに取り沙汰されるなど、一気に混戦ムードが漂い始めた。それでも、蓋を開けてみればサートゥルナーリアは、単勝オッズ1.6倍と抜けた一番人気に押され、以下、ベロックス、共同通信ハイカチューマのダノンキングリーが、単勝オッズ1桁の支持を得た。その他、2018年のホープフルステークスに着の、アドマイアジャスタ、青馬賞カチューマリオンリオン。 京都新聞杯を勝ったレッドジェニアルラも出走した。抽選の結果、収得賞金900万円の競争馬5頭の中から、ピンとマイネルサーパスの2頭が出走可能となった。スタートと直後の様子スタートは6番のサートルナーリアがスタートの出が良くなく、後方からの競馬に。一方で、コースタートを切ったのは、ロジャーバローズ、エメラルファイト、ベロックス、クラージュゲリエも、 なかなかのスタートを切った。押して先頭に立ったのは、リオン・リオン。2番手には、ロジャー・バローズンがつけた。人気のサートル・ナーリア、ベロックス、ダノン・キングリーは、中段あたりに位置を取った。交渉面では、前から4番手にダノン・キングリー、中段やや前にベロックス、その後ろ3馬身に、サートル・ナーリアといった展開になった。先頭リオン・リオンの大逃げは、 前半1000メートル57.8秒で通過した。第3コーナーにかけても、依然として、リオン・リオンが、先頭のままレースは進んだ。そして迎えた最後の直線。リオン・リオンが前で粘るが、残り400メートルロジャーバローズが、早めにそれをかわし先頭に立った。その後ろにダノン・キングリーが位置し、大外から2冠を狙うサートルナーリアと、ベロックスもやってきた。 残り200メートルでは、内から西のデイジーとランフォザローゼス、クラージュゲリエが迫り、サーテルナーリアとベロックスも伸びず、勝負は完全に内のロジャーバローズとダノン・キングリーの2頭の争いとなった。両者一歩も譲らない、激しい叩き合いが続き、並んだままほぼ同時にゴールした。写真判定の末、内のロジャーバローズに軍配が上がった。一方、 無敗で2冠を目指したサートルナーリアは、前の2頭の後方で4着に敗れた。優勝機種、浜中春着順を表示する、ターフビジョン上位3頭を表示する、ターフビジョン確定した、着順掲示板ターフビジョンに表示された、配当当日のウィンゴウィンゴの発売票数は667万1893秒。 発売金額は6億6718万9300円であった。敵中馬番は10から13から2から7から1の組み合わせで、敵中は16票。配当は2918万9530円。優勝例を抱えるロジャーバローズ2019年、第86回東京優秀日本ダービーの入場人員がダーフビジョンに移される。このうち、 NHK 大阪都市久局員は、この年に名古屋放送局へ移動になったため、本レースが移動前最後の競馬実況となり、中野ライターナも本レースが最後の日本ダービー実況となった。2019年日本ダービーの結果、払い戻しねときばより2019年5月28日、閲覧。2019年札気象の結果、 払い戻し寝とキバより2019年5月28日閲覧。第26回青葉賞の結果。寝とキバ2019年5月28日閲覧。プリンシバルステークス結果。寝とキバ2019年5月28日閲覧。京都新聞杯結果。寝とキバ2019年5月28日閲覧。ダービー、サートルナーリア、無敗ニカニエ。 サンスポーズバット、競馬。2020年7月24日閲覧。ルメール騎乗停止で、ダービー、オークスは、連大役曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。2020年7月24日閲覧。最後に、乗り換わりで優勝したのは1985年のシリウスシンボリであり、岡部幸男から、 主戦の加藤和弘に戻った格好であった日本ダービー乗り換わりでは勝てない。サーテルナーリア・アンドリオン・リオンはこのジンクス破れるか。東京スポーツ2019年5月22日東西現場記者走るベロックス逆転部位へ攻め抜いた。産経スポーツ2019年5月23日 ABJRA ウィンゴダービーデーのウィンゴーは敵中16票。 配当2918万9530円。競馬ニュース。netkeiba.com。2020年7月24日閲覧。ダービー、リオンリオン安状、横山武プレッシャーないサンスポ2019年5月22日。ダービーは、ロジャーバローズが、右前浅く県園で、引退、守護場入り。netkeiba.com。E T K e I B 2019年8月6日閲覧。ネット牙によるツイート。ツイッター。2020年3月15日閲覧。売り上げは3.7%減イコール日本ダービー。時事通信。2019年5月28日閲覧。ありがとうございます。